特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆーちゃまの独り言。ドラマ、恋です。ヤンキー君と白杖ガールの魅力を伝えたい。どうもゆーちゃまです。この作品は、視覚障害者の方に対しての気配りが素晴らしいんです。目の見えないことって、やっぱりその人にしかわからないと思うんですよね。そういう点字ブロックや信号、電車、そういった至るところ、ポイントを分かりやすく紹介してくれるのがすごく勉強になりましたね。主役のユキコさんの苦労というか、どうしてもやっぱり思いやることはできると思うんですけど、100% 理解って不可能じゃないですか。その中でどれだけ寄り添ってあげられるのかなっていうのを感じましたね。森尾くんとゆきこさんのこの2人のカップリング、あったかい空間がある中で、その中で森尾くんの優しさだったりエスコートしてあげる感じが非常に良かったです。もうね、男の自分から見てもすごくね、森尾くんは見習わないといけないなって感じましたね。なんてまっすぐなんだと。いやもうね、こういうまっすぐな男っていいですね。いや見習います視覚障害の方に目の見えないことを理解しようとする優しさ、向き合い方がね、もうね、心に染みるんですよね。ゆきこさんもね、一生懸命社会に貢献して活躍していこうっていう努力する姿、ハンバーガーショップで頑張って働こうとする姿、もうファストフードの中で一番忙しいじゃないですか、ハンバーガー店って。なんでね、この頑張ってるシーンがね、非常に良かったです。最初はね、もう働いてる仲間たちからもちょっとうざがられたりとか、そういったとこもあったんですけど、ちゃんとね活躍していくのが良かったですよね。僕がまあこのドラマを見たきっかけかどうかわかんないんですけど、白杖の人をね、いつも以上に見かけるようになった気がするんですよね。もちろん今まで何度か見かける機会はあったんですけど、周りの視点が変わるようになりましたね。よく電車で見かけたりするんですけど、ぶつからないように気をつけようとか、前で立ち止まらないように気をつけようとか、今までもちょっと意識はしてたんですけど、そういった気配りが今まで以上にできるようになりました。なんで皆さんもね、このドラマ気になった方はぜひ一度見てほしいです。白杖ガール、あったかくていい。ゆーちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆーちゃまでした。